魔女出ちゃうな。波平でふ、夏姉さんのターンです。魔女、魔女出さない、魔女だよ。すごい合うというか、でもなんか、うん、私もなんかここ数年不思議だなって思ってるのが、こうやっぱデビュー当時って、年若い子が多かったんだよね。妹が多くて、姉妹だったら妹が多くて、はいはいはい、でなんかやっぱ10代前半みたいな役がすごく多くて、でもこれってさ、あの芸歴を重ねると上がっていくと思ってた。お姉さん役になり、うん、お母さん役になり、うん、ちょっと親戚のおばさんとか、なんかこういうちょっと大人な、そう、大人の先生もね、ちょっと位の高い先生みたいな、位の高い先生みたいな、なんかちょっと上がっていくと思ってたら、ちょいっと上がりかけて帰ったんだよ。帰ったの。上がりかけて最近またなんかロリに帰ってるの。私ロリに帰った。幼女に帰ってて、また妹とかが多くて、ここ数年、とか赤ちゃんから赤ちゃんからなんかこう10代前半ぐらいまでなんとなく概念で育つみたいなこととか、すごい下がって、高校には入らない、入らないっていうことが増えて、言われてみれば、あれって思って、そうだ、そう、あれってなって、夏姉さんのお母さんキャラのイメージあんまり、そう、見たことないかも。そうなの。あれ、なんで私は永遠にチルドレンしてるの。大人幼女してる。あれと思って。しかもなんか、まあ、いろんな性格の幼女いると思いますけど、なんかちょっと、なんだろうな、ちょっと叱られたいような幼女っていうか、なんかすごい養成所時代に先生に言われて覚えてるのが、アホな子をやるなら高森さんかなって言われたのが、すごい印象に残ってて、ガチ幼女じゃない安心感みたいなのもある。あー、ちょっとファンタジーの方だよね。そう、なんか確かに夏姉さんのやる幼女は、フィクションの方、あの、ちゃんと私たちの考える幼女みたいな。わかる。あの、リアル、現実世界の、どうしたら泣き止むみたいな幼女じゃない方って言えばいいんですかね。あの、ちゃんと一人で服を着るし、なんか、メガネはなんか超音波洗浄機にかけるし、自分で迷子センター行くし、お兄ちゃんがはぐれましたって言ったり、そう、でもやっぱ、ところ、いろいろなプロ幼女の方がいらっしゃいますけど、なんかそういう系の、でもそれは幼女をいつも観測してるんですか？リアルな幼女は観測してない。そうなんだ。あ、リアルな幼女にはあの興味がない。知らなかった。私基本は二次元がいい。生粋のロリコンだと思ってた。ずっとなんでか知んないけど、生粋のロリコンだったら多分あんなに堂々と書いてない。